今日の晩ご飯何にしようかな。ハンバーグが食べたいです。でも肉がありません。あ、肉の代わりに豆腐を使います。こんにちは、琴の夏美です。肉の代わりに豆腐を使います。今日の文法は、かわりに。いつも普通することをしないで、違うもので同じようなことをするという意味です。いつもは肉を使います。でも今日は豆腐を使って同じようにハンバーグを作ります。肉の代わりに豆腐を使いますとなります。もう一つ例を見てみましょう。最近全然運動していないです。ジムに行きたいですが、時間がありません。ジムに行く代わりに、うちで運動します。いつもはジムに行きます。でも忙しいですから、うちで運動します。ジムに行く代わりに、うちで運動します。作り方は、noun プラスの代わりに、プレインフォームノンパストプラス代わりに、肉の代わりに、ジムに行く代わりにとなります。代わりにはギブアンテイクのイメージもあります。例えば、あ、その日本語の宿題を手伝ってあげる代わりに、コーヒーを買ってきてよ。日本語の宿題を手伝うギブの代わりに、コーヒーを買ってくるテイクとなりますね。今日のビデオはここまでです。ありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。さようなら。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.